アンソニー・バンダイクによるピーテル・ブリューゲルの肖像、ピーテル・ブリューゲルは、ブラバント公国の画家で、父親のピーテル・ブリューゲルの作品を数多く模写したことで知られている。正確な少年は分かっていないが、1601年5月22日には36歳となっており、1636年10月10日、72歳で、 亡くなっていることが分かっているので、1564年後半から1565年初めにかけて生まれたものと考えられる。ピーテル・ブリューゲルは著名な画家であったピーテル・ブリューゲルの長男である。彼が5歳の時に父親が亡くなり、1578年には母親も亡くしている。ピーテルと弟のヤンと姉妹のマリアと共に、祖母メイコンバーハルストに引き取られる。 画家であった彼らの祖母は二人の孫に絵を描くことを教えたものと考えられる。一家は後にアントウェルペンに移住し、ピーテルは風景画家のギリスファンコーニンクスローのもとに弟子入りしたと考えられる。1584年か1585年にはセール家組合に親方として登録される。1588年11月5日に結婚し、7人の 子供を設けた。彼は父の模写を行ったほか、主に農民の生活や風刺画を描いた。ありがとうございます。